はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、バル城に戻ってきた続きからやっていきまして、でだいぶ稼ぎをしてですね、まあ、だいぶって言ってもそんなにだいぶじゃないんだけど、とりあえずナイトはマスターしたんで、バッツはこのまま忍者にして、で忍者に剣装備を覚えさせて、ダンシングダガーが来てんの51、43、強いダンシングダガーで、パワーリストもあるでしょ、これで火力は多分めちゃくちゃあるはず。でレナはですね、白魔導士をマスターしたんで、召喚士にして白魔法つけてます。あとマスターした人はいない、ファリスがもうちょい、ガラフももうちょい、もうちょいって言っても結構だけどね。でこっからどこへ進んでいくんだ、あとね金がめちゃくちゃある、20万近くある。石像結構金持ちなんで、そうでどうしようかと思ったら、そうガラフ一回シーフにして、で火力は銭投げでいけばいいんじゃないか、銭投げって結構強かった気がするから、で盗賊のコテで盗んでいく、これでいいんじゃない。武器屋さん、金はいくらでもある。ウォーハンマー、アシュラ、眠りの剣、あれこれどれが、あの古代の剣よりは強いってことか。ウィンドスペアも1本持っとこう、盾ごとはいっか、チェーンウィップ一応持っとこう。で多分これで眠りの剣か、ダンシングダガーってどうなの、ちょっと古代の剣にしよう、踊っちゃうからねダンシングダガー。でゴールドヘルムもちょっと持ってないの、買っとこう。三角帽子も1個欲しい、ゴールドアーマー1個、忍び大地は2つ、ガントレット防御力が高い1個買っとこう。よし OK、 これでもう一回最強にして、ダンシングじゃなくて古代で、ダンシングじゃなくてロッドにしよう、普通のロトリーは魔力が上がるから。で三角大地でしょ、でダンシングがどうしても来ちゃうね、でこれも多分ダンシングが来るよね。でそれを適当に炎でいいや、魔法何が売ってんだこれ、3人いるけど同じか、全部持ってるよね、もうバイオまで攻撃は上に行けんな。バルジョどういう作りしてんだこれ、攻撃力や防御力で決まる最強装備、エルフのマントや金の髪飾りが外れてしまう、特別な能力を持っていたりすると、天使の白衣、大地の衣、装備できねえし、白魔導士専用かな、いや装備できねえわ。毒を向こう、猛毒を防ぐ、薬師か、薬師、薬師もね、飲むとか調合とかをね完全に極めればめちゃ強いんだけど、ちょっと俺そこまでの知識ないんで、割とオーソドックスにやっていく。で本当はね狩人の乱れ打ちとかも覚えさせれば全然強いんだけど、兵士が残りわずか、ここは開けるわけにはいきません。なるほど、ちょっとクルルのところに行こう、飛竜を酷使してるからな、上に登っていけばいいか、早すぎる、シーフがいるから。4階なんだもうここ、来る飛竜が死んじゃう、ブラックすぎる、マジで酷使しすぎたよ、ほらどうすれば助かる、飛竜層、飛竜層があれば飛竜の傷を治せる、この世界にあるのか、飛竜の住むところには必ずある、飛竜の谷、あそこに入って帰ってきた者はいない、何しに入っていったのみんな、行こう、飛竜の谷はこの城の北、ウェアウルフたちが住むのがケルブの先にある、外には魔物がいっぱいいる、大丈夫、飛竜層を必ず取ってきます、そしてまた飛竜を酷使します、飴とムチ、じゃあ外へ出ますか、城の兵士たちってどんくらい強いんだろう、
だいぶエクスデスの魔物にやられてるって言ってるからね。門を開けろ。これは命令だ。よろしい。一応ここら辺は強固なもんだったね。なんかすぐ破られそうだけど。門を固め、固く封印するんだ。門を閉め、固く封印か。早速来た。こいつは外で待ってたのかな。あれ、どっかで見たことあるやつだぞ。ハリケーン。これってトルネゾと一緒だ。タイタンは絶対効かないからイフリートでいいや。攻撃を見せてやる。黒魔法バイ全裸リフト当たる。600の700強い。いけ。900倒した。ゼニガギの出番もなかったな。てかシーフ遅くねえか。3体いたのに1体しかいないんだけど。ゼニ投げってさ、後ろでもよくないか今思ったら。ガラフ下げよう。金は今16万。これがゼニ投げ1回でどれだけ減るかだよね。幸いにして敵がいっぱいいる。毒の何なんだこいつら。なんでみんな毒ってんの。ちょっとゼニ投げを4000とか5000とか超強いんだけど。で1000ギルもらったでしょ。16万。全然わかんねえや。大して減ってねえ気がする。今の金からすれば。よし、ゼニ投げで突き進んでいこう。世の中金だ。金さえあれば全ての敵を倒せる。もうとっとと進んでいこう。ケルガーに頼むしかない。ケルガーか。どこだ。鍵を起こせ。動くな。呪言。動くな。鮭オカか。こいつら仲間だ。ガラフか。ケルガー久しぶり。暁の四戦士。30年前だからもうみんなおじいちゃんなんだよね。この者たちはエクスデスを封印した世界より来た戦士たち。何？クリスタルを砕け散らせ。エクスデスを蘇らせた。どけ。バッツとやらわしと勝負。お前の心を確かめさせてもらおう。大丈夫。1対1。俺はナイトをマスターしている。こんなやつに負けません。ルパインアタック。なんなんこれっていう。大してダメージは受けてなさそうだよね。3、4回食らってんのにピンピンしてる。そこだ。やりすぎだ。てへ。ケルが休まなかった。年老いた体で無理しよって。ルパインアタックを防ぐとは親父に習った技。ドルガン。どうした二人とも。まさかドルガンの息子。親父のこと知ってんのか。30年前エクスデスと戦った仲間、暁の四戦士。親父はこっちの世界の人間。エクスデスを追って30年前ワープした。やつは不死身か。キリがない。ここに封印するしかない。ここに自分たちの世界の邪悪を別の世界に封印する。だが他にどうしようもない。やつが復活する。くっそーって。くっそーが多いな。ここに封印しよう。
ここに集まるクリスタルの力を使うには4人の心を合わせなければいけない。絶対心合わさってないよね。仕方なくやってんじゃん。封印完了。どうしても残るというのか、まあ、確かに誰か監視役がいた方がいいよね。なぜだって。だってこっちの世界がどうなるかなんて分かんないからさ。一人は残るべきなんだ。エクステスの封印を見守るためバッツの世界に残った。ドールガンはどうしてる？死んだよ。何でも言ってくれ、力になるぞ。金をよこせ。銭投げに必要な金が必要なんだ。で、なんかアイテムあんのこれ。壺とか、あんまり調べてない。ピアノは弾いておきたいよね、あったなっても。このさ、獣のところにあんの？一応武器屋とかあるね。スース、死んだよ。カエル、カエル、カエルを持ってきてくれんか。あ、ここあれか、カエル捕らえて、あの魔物使いでで持ってくるとゴルゴナの壺くれた気がする。捕らえるのがやりやすくなるんだけど、あんまり捕らえなくて大丈夫だからね。強いのは強いんだけど。そんなことより金があればなんとかなるよ。この世界いっぱいいる。おお、力3、ねじり8万、力大好き。いや、力出す気なんだけどね。パワーリスも持っとこう。これでまたすぐ金がなくなってくな。こっちはこの前と一緒か。あ、木立いいね。素早さが上がる。キラー棒、ポイズンロッド。攻撃力上がんないのか。バイオの力上がるかな。手裏剣が買ってか、いっぱい売ってんじゃん、これ。20個ずつ買っていこう。20個買って4000円か。25個で5000円。水が結構貴重だからね。魔法で水がないから。水遁でなんとかするしかない。手裏剣どうする？って、金が。2500円はちょっと高いよな。で、ここら辺は一緒で、ダンシングはちょっと放っておいていけ。そうか、46素早さ、子たちの方が強いわ。で、一回最強にしてオリハルコンにして、で、装備をポイズンロッドにして、これでバイオの力上がんのかな。バイオってそもそも毒属性なの？なんか無属性な気がするんだけど。マジックパワーはちょっと減ってるけど、このままいけるっしょ。こいつはなんだ、何踊ってんだ。あんたを無事を祈る儀式。どうでもいい。レクイエム、アンデッドに聞く。アンデッドなんてさ、でもレイズとフェニックスので倒せっかんね、正直。お前は、ちょ待て、ウッホ、エッホってな。先行こう。で、そのまま山に向かって、飛竜の谷、参道、リカオン。これ攻撃しよう。一体の時は倒す。攻撃で。複数体出てきたら銭投げよう。5000ギル、やった。銭投げの。資金を得た。リカオン、これも普通だな。攻撃、バイオ、1458、強い。めちゃくちゃ強いんだけど。はや、ドラゴンゾンビ。ちょっと待ってね、こいつどうしよう。
あ、チェンジしちゃった、間違えた、全員投げ3000キュイク、強すぎる。世の中金だ、竜の牙。こっちとかなんもない。ここゴーレムいたよね。はてなはてなはてな、いたい、殴ってきた、逃走。これチェンジしたらさあ、でも後ろにいるか、戦闘中だけかチェンジが効果あるのは。ボーンドラゴン、全員投げ、全員投げ、どういうしよう、もうこれが一番効率いいわ。先制攻撃入手、一応忍者って先制攻撃持ってるんだけど、あ、コテージ、あ、なんかこれスイッチじゃね、スイッチじゃなかった、すげえスイッチっぽかったんだけど。先制攻撃チャンス、全員投げ、多分ギルはマイナスになってな。1枚1000、11万8000か、これで見てみよう。11万8000がちょ600入ったけど、11万6000、2500円くらい投げてるかな。まあでも戦闘に勝って少しプラスになるから、まあ、全体的にはマイナスだけど、ちょっとこれはさすがにもったいない。一体の時は切り刻む。ここなんかあったよね、ボーンメールみたいなのがあったよね、アンデッド化するやつ、アンデッド化するけど強いみたいな。2体の時もなんか殴ってダメじゃね、え、強くね、なんでロッド強し、ボーンメールで、1回落ちて、でさらに宝箱、ボーンドラゴン、全員投げ、消えよ。7000ギル、やった、金が手に入った。あ、ここに出てきちゃうのか、じゃあ左だな。でスイッチを押して、ここの道がつながって、ボーンドラゴン、さよなら。で出てきて、あ、ゴーレムがいる、ちょっと待って、黒魔法で、てかまず普通にフェニックス倒せちゃね、こいつら。ミス、え、レイズじゃなきゃダメ、助けてくれー。白魔法レイズ、いや、ミスるんか、クリティカル、これどう、水筒に使ってみよう、てか炎の方が良かったか、水より。じゃあアイラだな、990、助けてくれ、ちょ待ってくれ、そんなに火力が高いわけではないんだ、こっちだわ。召喚、イフリートでいけんじゃない、もう巻き添えにする、耐えてくれゴーレム、お前なら耐えられるはずだ、強くねこいつ、てか攻撃は全然効かねえんだけど、はい、倒した、カトン、よし、死んじゃったすまん、回復してやろう、ケアルガで480か、ゴーレムそんなに強くはなかった、ちょっともう一回出てくるよね、これリカを噛みつき260、それなりに食らうな、クソ、ゴーレムの耐久力が低すぎた。で殴られて、殴られた後にもう一回来るのかな、
ちょっと白魔法ケアか。フェニックスの音レイズで倒せないのが痛いな。もう一回か。もう一回殴ってくれ。何も来んないし。じゃあどうなってんのこれ。あれ変えなきゃいけないのかな。マップを。マップ変えよう。先へ進む。オッケー。あっちが宝箱か。で、外にしか出てこないはずだから。防御。銭投げ。何？ドラゴンゾンビやるじゃないか。毒消し竜の木。ファイロ。一体か。銭投げ。銭投げ2回やるとこだったこれ。あぶね。ヒプノクラウン風切り合えば。ヒプノクラウンは操るの成功率がアップ。これがあればクーザーの城のドラゴンゾンビみたいなやつを操りやすくなるからね。銭投げボーン。金は11万か。いや、まだある。たくさんある。フェニックスの。いけ、全員投げ。これで倒してくれ。2回は投げたくない、さすがに。ん？どっちだこれ？どっちもあるな。じゃあコテージが8個ある。まあ別にここクリアしてもいるからね、ゴーレムは。先制攻撃チャンス。リカもいっぱいいる。投げろ金を。ここで出てくるかな。出てきた。ちょっと待って。今度こそはカトン一回投げよう。でイフリートいける。で対抗者一個使おう。ゴーレムちゃんにこれでどうだろうか。でファイラで一体ずつ今度は仕留める。500いいね、いいね。でこいつちょもう一回ハイポッション、あと1個しかない。万全をキスで黒魔法でファイラで召喚はもうちょっと危険だからケアルラでよーし OK。 あとは待っている。ありがとう、僕も連れてってくれる。これ何のヒントもないからさ、最初分かんないよね。全然分からなかったもん。でこれで召喚魔法ゴーレム手に入れました。飛竜槍もゲットできます。どういう持ち方してんだ。これは飛竜槍が人を襲う魔物化している。まあこれもサクサクサクっといきましょう。黒魔法、まあ、どう考えてもパイラだよね。で全員に投げてカトン投げて召喚のイフリート。何結構効かない5400とか杖地獄の火炎70とか全然なんか何に弱いんだ。次攻撃しようバイオで捉えてみる。無属性、無属性5世紀タイタン。
根っこごと剥ぎ取る。何結構パワーあんな。こっち何か盗める。何も持ってない。それ草だもん。所詮草。毒に侵してやる。毒には毒、より強毒な毒を与える。それにより飛竜草が毒化する。エリクサー手に入れたんだけど、飛竜草がバイオで毒になってしまった。見て、持って帰りましょう。よく持って帰る気になるよな。でテレポを使いたいんだけど、テレポは時魔同士なんで、時魔法アビリティをくっつけ直そう。ちょめんどくせえけど、あれ時魔法誰だっけ。パリスか。時空4で使えるよね。テレポ使える。さよなら。で時空でいいか。じゃあランニングでもそびさせてくる。なんとなくクロンホでとりあえず大丈夫でしょ。よし、挨拶していく必要あるかな。いいや、それは時間の無駄だ。寝てろケルガーよ。毒のダメージ。あ、カエルがいるじゃん。カエルちょっとコルナゴ一応やっとく。トライブで全投げ。ポイントを調整しなきゃいけないからね。あ、せっかくだ、捕らえるだけ捕らえよう。やるだけやろう。別にさ、魔獣、あーでも魔獣使いにならないとあれが装備できないのか。ヒプノクラウンが魔獣使いどうだ。なんか見た目じゃ分かんねえ。あ、いた、全然分かったわ。羊だ。で捕らえるでいいんだよね。でガラフのこれをヒプノクラウンにして、ちょっとカエルが出てくるまで待とう。割とすぐ出てきそうな気がするけど出てこない。またね、液かよ、ベタベタの液。黒魔法でバイオ召喚のタイタン。700くらいじゃ死なないかも。大地の怒り1800。そろそろガラフのレベルが上がりそうだ。アクアソン1200では死ぬな。ライブラでちょっと見ないといけないからね、ヒットポイント。それで調整しよう。忍者がな、てか出てこねえし。大地の怒りもったいない。意外に出てこない。カエル、いやマジで出てこねえんだけど。こいつネギばっか使ってくるしよう。アビリティポイント1しか持ってないかな。ゲマジで出てこねえんだけど。さっきの何気にレアだったのか。ようやく出てきた。まずこいつ倒す。で白魔法でライブラでこのカエルのヒットポイント見て、1000か。ちょ、こっち1回ぶん殴ろう。600。ファイヤー1回となじめか。死んだらやだ。燃えよ。90。よしよしよし、いいんじゃないこれ。捕らえられるでしょ。でちょっともう捕らえるのを下げにしよう。いけ、もっと弱らせるんだ。マジかよ、どんだけ弱らせるんだよ。もう一回ちょっと見よう、ライブラで。286、もう一回やろう。麻痺している。なんで知らなかった。分かりづれえな。
クリティカル123、後ろ足倒すで捉える。え、もっとヒプノクラウンってどれくらいあれなんだよ。いや、逃走してった、最悪なんだけど。弁当くせえ。やっと捕らえられた。超めんどくせえ。だいぶ減らさないとダメだね、これ。ヒプノクラウン持ってしてもこんなにっていう感じで、カエルを渡そう。やる。カエルと1万ギル。金もかよ。コールナゴの壺。あ、違う違う、ヒプノクラウンは操るな。これで重さ15とかめちゃくちゃ重いな。いいや、変えよう。何にしてたっけこいつ、忘れちったよ。侍、あ違う、シーフだ。シーフにして金投げてたんだ、銭投げ。でダンシングダガーじゃなくてオリハルコ。金投げるから結局は後ろにいるっていうね。でも金投げないとき攻撃するから、なんかだから弱かったな。なんかシーフ弱えなって思ったら、そもそも後ろにいたからだ。消えよ。戻ってきたぞ、バル城。帰ったぞ、門開けろ。エクスデスの手下だな、騙されないぞ。とっておきの方法。みんな今回下水道からか。でこっちに回って流されて、到着で飛竜に草を食わせに行こう。これでまた飛竜を働かせることができる。とにかく酷使するんだ。あれ、クルル寝てんじゃねえか。なんで、頭が痛い。お前もとうとう耐えきれないか、この重労働に。読んでいる。喋るな。ギートが呼んでいる。ギートって700年を生きる賢者。クリスタルが砕ける散ることを予言したのもギート。エクステスを倒すための何かが分かったのかもしれない。飛竜を使わないと。ギートはどこにいる。大陸を抜けたところにある小さな島。働かせろ、飛竜を。草を食わせて働かせるんだ。ほら行け飛竜、草を食べ。嫌だ、もう働きたくない。もう人間だって乗せたくないんだ。いかん、死んでしまう。いや、死んだ方が楽になる。そういうこともあるさ。人間には猛毒なんだぞ。とても大丈夫そうに見えないんだけど、飛竜は何を見て食べようって思ったんだろうな。毒に侵されてる人間を見てまた働こうと思ったのか。お前は給料は上げてやれん。毒ってる。まあエリクサーの1個くらい上げてもいいけどね、いっぱいあるから。お姉ちゃん、これを飲んで。だってクルルはさ、誰かが飛竜草を食うってことを見越してたのか。薬持ってきたってことは。無茶だよとか言いながら、全ては計画通り。ここで弱った姿を見せればまた飛竜も働く気になるはずだ。
飛竜、お前だけじゃないんだ、無理してんの。みんな無理してんだ。お前も働け。また人を乗せ飛び立つんだ。ちゃんと寝てるんだ。病気休暇を与えてあげよう。勝手に乗り出したし、ブラックすぎる。元気になった途端またこき使われる。これぞ社畜。はい、というところで、では飛竜を手に入れましたので、今度は賢者ギートのところへ、向かいたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。